慶帝は前館の第六代皇帝父文帝と同様に、館の基盤を固める前世を行い、その知性は文帝の地と称賛された。また、五館の創始者である光、武帝隆秀と食官の創始者である、小烈帝隆備は慶帝の末裔と称した。式、外籍聖火によると、文帝の逸尾として生まれた、四人の兄が創生し、 聖母の当主が性室に昇格したことにより文帝の着手となった。皇太子時代に、またいとこであるクレの聖子の流剣と、些細なことで口論になり、六白を投げてそのまま殺してしまっている。この一件で朝廷と皇王の関係は冷却するが、文帝の政治的配慮により事態は収集された。これが、後のクレスワイ七国の乱の原因の一つにも、なっている。 紀元前157年に皇帝に即位した。京帝の政治は、基本的に文帝の政策を継承し、消極的な外交政策と倹約に努めるという、ものであった。また、重農政策を打ち出して、減税に取り組み、社会の安定を実現し、人口の9割が農業に従事していた。後世には、文帝の時代と合わせ、文系の地と称えられた。 クレスワイ7国の乱も参照この時代に、皇族、喪失である、劉はじめ門が封じられた諸皇王は、領内の徴税、管理の任命権などを掌握し、文国は、反独立国の様相を呈していた。この問題は、前代以来のことであり、文帝も、対策を徐々に言ってはいたものの、この問題に対しても、消極的な対応であり、中老将の縁の還元もあって、 抜本的な対策は先送りにされていた。基本的には、文帝の方針を継承した、継定であるが、文国問題に関しては、園と県園の中である、吉大部の策の権限に従って、諸行王の権力削減に着手し、諸行王の些細な過失を理由に報道を没収し、中央集権体制を構築して行った。これに反発した、諸行王は密かに連携し、 紀元前154年に合流を中心とした反乱が発生した。当初は反乱軍が優勢であったが、周都軍の活躍によりこの反乱は鎮圧されている。クレスワイ7国の乱の鎮圧以降、諸国王の報道は官僚である姿を派遣して、統治させ、諸国王は徴税される税を受け取るのみとし、当初計画していた諸国王の権力削減は成功した。また、 クレスワイ7国の乱鎮圧の功労者である、シューツグオを皇太子策率をめぐる対立により、上昇から解任した。それからしばらくして、全韓では初めて自身の側近を上昇に任じた。このことは、従来、皇帝の政策にも制約を加えるだけの権力を与えられていた玄君たちとその一族からのみ、任命されることが、 不分率化していた上昇の権力が、経底の時代に大きく低下し、逆に皇帝権力が飛躍的に強化されたことを示している。ありがとうございます。